切り取って、あと M1、ちょっと苦しい展開になっていくのかなと思いますよね。そして打とう、プレー出ます。なお金富山11番宇都選手、いやよく押し込んで、ライス・ジョンソンから打ってくる、あこちらが入る、もう一つ細川のスリーが決めた、連続スリーで27対27、同点に追いつきます京都です。はい、はい、ゾーンアタックをうまく攻めれるようになってきました ね。あれ間を抜けてリングを舐めて落ちます。さあそして細川レイアップ左手、鈴木達也、もう一度カウントです。富山7番阿部智和のファール、クロック10秒、細川アーパー難なく決めます、ジャスティン・ハーパー、久保田の3、ここは狙いすまして決めてきました。間を抜いてジャンプシュート決めます。ここはターンオーバー返しになってしまった、細川から中ハーパーへショット落ちる、最後に拾って M1、 チームファール5つ目、パーソナルファール1つ目です。ハーパーに代わってジェローム・ティルマン、さあここもオールコートプレッシャーをかけていく、奪って小野龍も難なくイージーレイアップ、そしてそれをかいくぐるようにコースハンドダンク、デイビッド・サイモン、富山は切り替えたオフェンスですね。左に振って加藤、アウト、春山クリーン、これを奪った、ウトプッシュ、左からは水戸、合わせてリバースレイアップの形、水戸勝ち、そしてここでボールが止まります。試合終了、88対66、京都ハンナリーズが